はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、デリカのイベント PDA さん来てます。まあね、もうね、デリカの撮影はいいです。私見てくださいよ、こっちのお姉さん、ほらもう、もうね、お杉さんとこのモデルさん、えフラッグスさんのモデルさん、バレた、バレた、ね、今までね、ごめんなさい、隠してました。今度からもうお杉さんとこのビデオっていうか、まあ、お杉さんのビデオ私が回してますけど、ほぼ出てきます。おお、いれば、ね、どんな契約やったっけ、ね、あの契約内容は後でお話ししてもらったらいいんですけども、まあ、あのね、こういう形でちょっと今雨降ってるんで、もうこういう状況で撮影してますけどもね、そこら辺をね、ちょっとお杉さんの方にいろいろ聞いてみたいと思います。はい、ということで私がカメラ回してますけども、ね、お杉さん、はい、何この美女いや何これ、ちょっと見ちゃうね、初めて会った時ね、もう声かけることしたらもう、ね、恥ずかしくてできないわ、もうね、だってね、まあシャイなのは間違いない、間違いない、だそれはもうあのみんな知ってることだから、そんなことはどうでもいいんだけど、もう本当にね、モデルさんというか芸能人かと思ったの、ね、え、っていうか、彼女、ごめんなさい、お名前は、みちゃんと申します。はい、みちゃん、はい、でデリカオーナーさん、デリカのオーナーです。オーナーさん、オーナーさんではなく、なんかイベントで旦那さんが乗って、旦那さんが買って、でも維持費とかメンテナンス、カスタム費は私が出してるんで、まあ、そうです、そうです、オーナーって言ってもいいんじゃないですか。お金出してんの、養ってんの、養ってんの、デリカに関しては、デリカが好きなんで、デリカ自身でやってるんで、デリカに自分が全部出してるから、出してる、そう、主権ですよ、主権持ってるから、投資してます、ね、なるほど。ちょっとそれ旦那さん偉い、またいい子見つけた ねえ、そんなあり、普通いないですよ、普通世の中のデリカオーナーさんは、どんだけ奥さんを騙すか、そうね、でね、あのダスターズの2万8万に買っていただいて、それあれじゃないですか、でもデリカ代は出すけど、なんかバッグ買えだ、海外旅行連れてけだ、何あのなんか新しいのあじゃこうじゃ欲しいんだっていうことを言う、そう、言わない、言わない、いやいや、多分ね、あの新しい家族のあり方っていうのをみちゃんが具現化して、みんなにこういうのって、こういうファミリーってどうですかっていうのをみんなに訴えてるんだと、訴えてる、そういや、それは多分間違ってるぞ、えそうなの、だからそうあってもらうと、僕たちあのデリカパーツを作ってるところも楽しいし、嬉しいし、で、まあ家族もそういう形になって、旦那さんも喜んで、デリカカスタムしてくれて、もう家庭円満で、でも、どうしてなんかデリカ好きなの？デリカはもともと好きだったです。昔、実家でパジェロ乗ってた時に、もう三菱が好きだったから、で、家族が増えました。今4人家族なんですけど、昔乗ってた日産のラシンっていうのが手がちっちゃくなっちゃったから、デリカに乗ってからきっかけで、いやでもほら、そこにお金をなかなか出そうっていう気、それこそ GDA に来てから感化されて、ね、かっこいい車いっぱいいるから、自分の車もかっこよく乗りたいなってことで始めた。 GDA からそう、浜中、そう、 GDA 2020年の GDA から来て、ね、浜中 GDA で、ですよ、で今やだってまあ、来月とか、まあ、そのうちリフトアップもしたいんで、今のデリカ貯金してて、ここで貯金箱置いとけばよかったのに。それは間違いない。そう、クラファンしよう、クラファン。クラファン。集まる。本当にね、ちまちまと少しずつやってるんですよ、カスタム。いや、それはね、それはあれ、ちょっとみんなから金集めよう。自力で頑張ります。デリカファミリーも鏡やねえ。みんなコツコツ貯めてやってるんじゃないかな。俺がなんかメインでやってる時にこういうね、方いてくれれば、ねえ、地面をガンガン飾っとったんですよね。ねえ、ですよ。ね、でも何、結構何、キャンプ行ったりとか、ああいうそういうのもするの？キャンプ行きます。だから今回
そのバスターズを乗せてから、うん、すごく楽で、うん、あの今までそのなんだろう満載だったから、はいはいはい、後ろが見えなかったんですよ、うん、であの大きいコンテナ系とかは上に乗せれるんで、うん、もうあの一番やっぱ運転が安全だったから、うん、すごく乗せて良かったと思います、うん、なるほど。いやもう今バスターズないとキャンプ行けないの我が家は。ちょっと乗らない。今あれじゃない、これ台本載ってんじゃないの、ちょっと。いや本当に本当に思ったこと言ってますねえ。バスターズいいですよ。ごめんなさい、あの仕込みじゃないんで、ね、今ちょっと台本載ったんじゃない、ちょっと、ね、気使ってくれて。でバスターズそのやっぱみんなルーフキャリア乗せるときに、うん、じゃあ走行中音うるさいんじゃないかなとか、うん、いう人たちいるんですけど、うん、バスターズだってね、うん、そのあれがついてるから、うん、そう全然気にならなくて、うん、いいじゃん、あの音ボリューム上げて歌っとけばそういうもんな、でも気にはならない、全然気にならない。あ、そう。そうで、あと組み立ても自分たち、まあ、自分の父親と、うん、あとはまあお友達とやったんですけど大変だったでしょ。いや、あれね、あの、ね、単純作業かな、うん、単純作業で、うん、乗せるのだけはね、ちょっとこう気をつけながらやった。まあそうだね、高さあるもんね。うん。あら。もうありがたいお言葉。ね。ちょっと。時間あるじゃないですか。毎回10分少々で完売するのも助けるなっていうの。あれね、本当はね数出してないの。おい。おい。でもね。5個ぐらいだよいつも。おい。みんな欲しいって言ってるから。おい。違う違う、俺があの後であのヤフオクとかメルカリで売るから高く。悪い男だな。待ってね、こうやって見ただけでも何台いる、ね。いや、つけてるつけてる。ね。ありがたいことですね。ね、もういいですよ、外して売っちゃおう。高く。見ちゃう、こんなこと言ったら、次売るとき、多分、ね、チームで。いやいやいや、ね、いや、本当そうですよ。ね、あのいやもうあの工場はねフル稼働でやってるんだけど間に合わないですよ正直な話、ね、はい、必要があるからね、うん、まあ、とりあえず検品発送作業すごい頑張ってるんだけど、うん、まあ追いつかない、ね、うんうんうん、大きくなったじゃないですか、ね、うん、じゃあもう、あれね、ほんとほんとちっちゃいの写真だけいやいや、もともと何倍大きくなったんですか。たぶん4倍ぐらいになってる。そうそう、もういっぱいだよ、荷物。気さくな方だね。ねえ、そういう感じで。ありがとうございます。はい、あれ。ねえ、いや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 、でもね、こういうイベントからキャンプから、うん、はい、いろいろ来ていただいて、なんか今ちょっと何チェック入ってるの？姉子のね、ね、みんな仲いいから、ね、いやそうですよ、杉さん、ちょっと。なんだったらね、うん、あとやっぱ前夜祭ぐらいやらないと。ねえ。あのね、前世やってもね、記憶ないからそれは、それで楽しいかな。自分はね、自信あるでも、これで楽しいな。そうそう、もう、まあ、言ったこと全く覚えてないから覚えてだから、約束するときはそのときでだけど、ね、多分言ってないのに、なんか言ったように言われてなんかせない原因になったことは結構いろいろあるよね。あるね、いっぱいあるね、うん、気がする。そうそうそう、言ったな、大杉さん、昨日とかって言ってそれ言っとけばいいみたいな。そう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 、まあまあまあ、そんな感じでね、ぜひあの九州も遊びに来てください。いや、絶対行きます。はいはい、ね、まあちょっとね、なんかこう遊びがてらじゃないですけど、ちょっとそこまで行きますよね。はい、まあここまで来たらここ半分だから。まあそういえばそうですけど。そうそうそうね、そんな感じでいろいろプロモーションしますね。え、デイカ女子なんか頑張りますね。え、あのお杉さん気楽に呼んでください。会いますからね、結構ね。え、いろんなところで会いますから。ああ、言えました。富士店だとかね。そうそう。あ、そうだね。デリカファンミーティングに来て。うん。あ、次、11月6日行くよ。レッツゴー 4W に行ったんですよね。 4W フェスかな。あ、そうそうそう、もちろん行きますよ。あ、行く。行きます、行きます。うん。ぜひぜひ、もう。どっかに呼ばれてるの？あ、今回は今のところまで呼ばれてない。前回は呼ばれた。あ、そうなの？呼べばいい。呼べばいい。じゃあ呼ぼうかな。うん。もう、無双もだ。呼んだ方がいい。じゃあ連絡するわ。ありがとうございます。呼んだ方がいいよ。とりあえず、あのフリー素材だから、とりあえず前日から飯食わせろと、ね、美味しいワインとか知ってるでしょ。いいよ、全然。いやいやいや、なる、めっちゃいつもめっちゃいいもん食ってるから。あ、ね、素敵な写真見てますよ、いつも。ね、そう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 、俺にも食わせろって。そんな感じでございますけどね。そうそう、そんな感じでございます。はい、はい、ということで、今回はですね、ね、おすぎさん、ちょっと、いい、ね、デリカ女子。いい思いしました。いい思い。本当ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ということで、多分ね、また、イベントであったら、こんな感じで回しますんで、はい、よろしくお願いします。
ということで今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。寒いね。